というようなことから話を始めたいというふうに考えます。デザイン、例えばこういうポスターがあります。戦闘機がミサイルを撃っているというような、攻撃的なものに見えるんですけども、これには使い方が制限されています。このような使い方になります。丸い柱のところしか貼ってはいけない。必然的にどうなるかというと、自分で撃ったミサイルは自分を狙うというようなことになります。デザインというのは、一つの絵だけではなくて、それをどう使うかというようなことによって、さまざまなメッセージを人々に伝えることができる力を持っています。私が昔からデザインしてきたものの中に、こういうモーターサイクルがあります。モーターサイクルは一般的にこれがかっこいいとか、乗っててかっこいいとか、このバイクはかっこいいとかいうような話がいっぱいいろいろなところで出ると思います。ですが、一つのモーターサイクルをデザインするときに考える考え方があります。例えばこういうヨーロッパでよく、走っているバイクですが、この人の乗り方をよく見ておいてください。このバイクはこういう考え方でデザインされています。いかに速くコーナーを回って、走り抜けるかというようなことを、ベースにして考えられています。人の姿勢はこの馬のに乗っている時の姿勢自身がすごく重要なことになっていて、それをそのままオートバイに適用するというようなことが、モーターサイクルのデザインの中に非常に一つの大きな要素です。モーターサイクルの形をデザインするときに人の乗り方、人がどのようにそれを使うのかというようなことがデザインの中で非常に重要な要素を占めているということになります。同様にアメリカの場合はこんな形になります。カウボーイです。カウボーイってすごくかっこいいと思いでしょうが、意外にそうではなくてですね、牛と一緒にいろんなところを旅していくと、長い距離歩いていてですね、馬の上でいろんな作業をしながら長い距離を歩くというようなものになります。これに基づいた、こういう乗り方に基づいたバイクというのはこういう形になります。先ほどのヨーロッパのバイクと大きく違う、長距離、安定的に乗るというような形で、違ってくる。人どちらがかっこいいかという話ではなくて、そのオートバイをどのように使うのか、その人の生き方においてどのような意味を持っているのかということの方が、先にデザインをするときに考えの中に必要なことです。じゃあデザインって何でしょうか。で、一般的にはデザインというのはこういうものの人工物と呼ばれているものの形を作ることだというふうに一般的に考えられています。確かにそれも一つの仕事の中に入っていますし、その上にきれいな色を塗ったりとかいうことのデザインの中に入っていますが、これを使うのは人です。人がこういう道具を使うというときに、その間にある関係性みたいなものがすごく重要だと思います。デザイナーが考えているデザインというのは、物の形を作ることを通じて、実はある関係性を物との間に作っているというようなことが非常に重要なことになります。人と物と、物を通じたまた人と、というような形で、人同士の関係性、すなわち、その人の生き方を作っていくということが、デザインの基本的な考え方であり、デザインを持っている意味です。いろんなデザインがあります。これは学生の作品ですが、こんな平らな、板だと思っているものが、一瞬にして、机と一緒になるというような、ものを考えると、例えば平らなものだと思っているいたものが、それを裏切って、実際に使えるものになっていく。逆に戻すと、普通に畳のように使えるでしょうというようなことを考えていく。物の形だけではなくて、その使い方、それが持っている意味みたいなものが、すごく重要な、デザインの中の要素になります。例えば自転車をデザインするというふうに、を考えてみましょう。で、自転車の場合というのは、例えば、左側の自転車を考えるときに、自分の乗っている自転車がかっこいいと、思っているとか、これは綺麗なんです
実際には右側の乗っている状態で皆さんは自転車を使うことになります。自転車に乗っているときに自分の自転車がかっこいいと思って何人が乗ってるでしょう。俺はかっこいい自転車だと思って乗ってるのか。その自己即効性的にそういうふうになっている人もいるかもしれませんが、デザイナーでもそういうふうにしません。人が自転車に乗っているときに感じるのは、例えば風が気持ちいいとか、そういうことです。すなわち、デザインというのは、その最終的な風の気持ちがいいということをデザインするということにの方に重きを置くという行為です。物の形とか物の機能とかそういうものを通じて最終的に得られるものは何なのかというようなことを考えていかなきゃデザインとは言えません。風が気持ちがいいというものの一つの例えがこういうものがあります。世の中にこんなものがありました。ジェームス・ダイソンの扇風機ですが、彼は風をデザインしたというふうに考えています。扇風機を作ろうとしたのではなくて、風をデザインするというような概念が、デザイナーが考えることだし、非常に一番重要だと思うということです。テレビのデザインの場合を考えてみましょう。テレビをこういう、一般的にテレビっていうと皆さんこれを意味すると思いますし、デザイナーはこういうものをデザインしようとしています。でもついてない時のテレビをついてる時に、その外側は何人が見てるでしょう。ほとんど見てないと思います。じゃあテレビって何でしょう。テレビはある範囲ではテレビ局をデザインしてもテレビのデザインになります。そういう形でどんどん意識が広がっていくということが、デザインにおいてすごく必要なことになります。デザインというのは、初め動かないものからデザインを始めました。でその後に、動く機械のように自分で動くものをデザインするというような風に発展してまいりました。最終的にはシステムみたいなものに、どんどん発展していきます。物が一つだけで動くんではなくて、それらが関係して動いていくという世界の構造みたいなもの自身を、デザインするというようなことになっているというのが現状です。すなわち、我々はのデザイナーは今システムのデザインをやらなきゃならないというような発展系を遂げているというような状況。デザインというのは、インダストリーデザインとかグラフィックデザインというところからスタートして、その後物の使い方を考えるというユーザーインターフェースのデザインというような歴史的な経過を持っています。そこに発展していって、それが実は情報をデザインするというような形で、情報デザインというような動きを生みました。今日においてはその情報をどのように扱うかということで、機械と人間との間のインタラクションをデザインする。いうような領域にどんどん入ってきています。さらに今日ではその人間の経験をデザインするというような領域にまで入りつつあります。実は価値として人々が感じるのはその人の経験値の中に感じる価値なので、その経験をどのようにデザインするのかということが実はデザインの究極的な目的に他なりません。そのようにどんどんデザインは発展を遂げてきました。デザインは経験のためにやろうとする。すなわち、デザインはその人の人生とか、その人の生き方とか、そういうことをデザインしようというような状況になっているということになります。そのように、どんどんこうデザインが変化してきたんですが、その中で不変なことがあります。変わってないことがあります。変わってないことが、デザインに対する、デザイン思考というか、デザインをどのように考えていくかという考え方です。いくつかの、内容でそれを説明したいと思います。今までいかにこう形がいいものを作るかというハウトデザインということをずっと考えてきた時代がありました。その後、何をデザインするのかというようなことに、どんどんデザインが変化していきます。その時には、例えば風をデザインするというのは何をデザインするかと考えた結果です。ですが、今、経験値をデザインするとか、その人の生き方をデザインするというふうに考えると、もう一段階必要です。なぜデザインするのか。なぜそこにあるのか。その存在理由みたいなもの自身もデザインの中に考えなきゃならない。デザイナーはそういう抽象的な考え方をどんどん推し進めて、今日の状況を作り上げていくというふうに考えることができます。ニーズというものをベースにデザインをしなきゃいけないというのはよく言われる場所。ニーズっていうのは、
界があって、そこに見えているものだというふうに考えがちです。マーケティングとか、そういう世界においては、過去の状況を踏まえた上で、今ここにこういうニーズがあるということは言えるようになっています。ところが、皆さんニーズって考えてみてください。今欲しいものは何ですかというふうに考えてみたときに、いきなり言われると、みんな大体答えるのは愛だとかお金だとか、いうことをいっぱい言います。もしくは今お腹が空いていると何が食べたいって言います。で、そうじゃなくて、例えば就職に困っている人が、何を言うかというと、こういう職を求めたい。目先の話か、その人が、根本的にこう要求をしていることというものが、出てきてしまうんです。ところが本当のニーズはそこにはありません。本当のニーズは隠れています。もっと潜在的に隠れているので、それを自分で意識しない限り、デザイナーもデザインできないし、あなたたち自身もあなたたちの人生がデザインできません。ヒドンニーズと一般的に呼ばれます。隠れたニーズ。潜在的に隠れていたり、無意識の中に入っていたり、そういうことがいっぱいありますが、それをいかに探り出すのか。デザインというのは、そのための方法です。どのように見えないものを探り出すかというようなことがデザインの大きな意義ですし、特徴だというふうに考えられます。そういう意味では、デザインはある仮説を実体化することです。ある仮説だと思っていることというものを一変リアルな形に見えるようにして、実際に仮にでもいいから試してみるという方法がデザインの手法です。それが本当ではないかもしれません。本当ではないんですが、仮にそれを経験することによって、次の段階を考えることができるようになります。そういう意味では、デザインは、その部分でクリエーションというふうに考えることができます。新しいものを作ってみなくなります。新しいものを作って、それを繰り返していく。繰り返していく中で、まあ、リクレーションになりますが、必然的に、そこには遊びという行為が出てまいります。いかに、すごく重く考えないで、簡単に、わからないことをやってみるのか、とりあえずやってみて実体化してみる、絵に描いてみるし、こんなもんじゃないかというふうにアイデアを出してみる。逆転の発想もそこには必要になります。逆に考えたり、今までこうだと思ったことは全て疑ってみてください。今までこういうふうになってるとか、世界がこうなってると思ったらまず疑ってみる。今ここで僕が立っててるんということは、なぜ立ってるんだろうって考えて怖いでございます。でそこから疑ってみる。ここにいなくてもいいんじゃないか。どういう価値がここにあるんだろう。というふうに考えてみると、逆に、今、ここに僕が話していることの意味が分かってくる。というようなサイクルを皆さんの中に持っていただければありがたいなと思います。今の話というのは逆転の話でしたが、もう一つは、皆さんがすごく、勉強したり、いる中で慣れてきている、分析的な考え方があります。それに対してデザインの考え方というのは、いろんなものを統合しているというような考え方です。いろんなもの、一個ずつは分からないですが、全体としてはこうじゃないかというような考え方が必要で、細かいことにどんどんとらわれるというような方向性の思考方法を皆さん持っていると思います。そうではなくて、本当は何だったの、全体としては何だったのということを一回バックにして考えてみてください。デザイナーはそういう思考を持って、例えばこれは一番重要なのは風だったということを見ようとしています。例えば、1個だけ、100椅子のアイデアを書いてくださいというのが出たとします。これに対して5秒で答える方法をお教えします。5秒で答えます。こういうマトリックスを書いてください。で、緑側の軸に、椅子の形だと。三角形、四角形、五角形。で、縦、椅子の足の数だと。もうできてる。100番は問題ではありません。逆のアイデアを出すということは、実はそういうことではないんですが、こういうバリエーションを出すということが、みんなアイデアを出すことだと思っています。そうではありません。デザインの用語ではオルタネティブと言いますが、そういう他の方向性を持った軸をちゃんと見極める。今のだと、椅子の座面の形、椅子の足。重要なことは、椅子とは何だろうかということを考える。椅子って何？座るもの、ね、じゃあ床だって座る椅子だよ、階段だって椅子だよ、ね、じゃあ椅子座るって何だろう、そこまで
どんどん考え直してみるということがデザイナーが普段やっているデザインの考え方です。できれば皆さんも自分の人生の中で自分のやり方とかそういうものを一度疑ってみて、フリーになって考え直してみるということをお勧めします。それがデザインの考え方で、デザインはすなわち遊ぶことであって、かつだけその遊びだけではなく、その中から実際に自分がもう一回使えることをもう一度再確認することです。そういうところがすごくデザインにとって必要なことだというふうに考えられます。皆さんが、ほら、あ、ごめん、一個戻します。すみません、こういう時代になったと思います。これはレゴブロックですが、レゴのブロックだと大人になると黄色いブロックしか見えません。でも小さい頃に穴が見えてたら、人によって見えるものが違うと思いますが、見えてたのではないかと思います。その時代をもう一回取り戻してください。そこでもう一度再確認して再構築してみるということをがデザインにとってすごく必要なことです。例えば男の子はこういう赤いブロックで下の形が見えてるかもしれません。下の形が見えている中で最終的にどうなるかというと、そのままどっかに出発するということを、皆さんの中でやっていただきたいと思います。デザインを再確認して、自分の中の夢もしくは、考え方をもう一度再確認する、それはデザイン、すなわち皆さんがデザインをやっているということになります。以上で私の話を終わります。どうもありがとうございました。